皆さんこんにちは、サシです。今日はね、この動画でヒュっていう風にズームインしてトランジションするような編集の仕方を紹介したいと思います。まず最初に動画が2つあります。カットしてあるのが最初と最後、これ京都の清水寺で撮ったんですけど、最初の動画から2個目にトランジションを今普通にしてる状態です。普通に変わってるだけでエフェクトは特にないです今。で、どうするかというと、この1個目の終わりのところで2個目の始めのこの間にそのズームインするエフェクトをね貼り付けるんで効果音も載せるんですけど、まず最初に効果音をダウンロードしましょう。ヒュっていう効果音をダウンロードするのに、まず YouTube のオーディオライブラリーに行って、で効果音のタブで Wush っていうのをね検索します。WHOSH。 そしたらね、一番上のをダウンロードしてもらって、ここにコピーペーストします。まあダウンロードフォルダに、ね、ファイルがダウンロードされるので、それをねドラッグドロップするだけここに貼り付けられますので、で貼り付けましたと。そしたらここで音がねフュッてのが入ります。ちょっと効果音が小さいんで、これをね上げられるんで、線のところをクリックして上にねドロップするとヒュッて音が大きくなります。ヒュッと交換はこれで OK です。そしたら次に右側のこのトランジションタブに行って、カスタム。これね、ダウンロードリンク貼ってあるんで、ディスクリプションのところに。これダウンロードしてもらってやるんで、これ元々のファイナルカットに入ってないんですけども、まあ適当にズームインっていうのが、リンクで、からね、ダウンロードしてもらって。そしたらこれをね、ドラッグドロップして、間にね、ドロップします。そうするとズームインするんで、もう勝手に。これを再生してみて。ヒュッと。ちょっと今レンダリングが追いついてないけど、こんな感じで、ズームインしたと同時に効果音でヒュッと入るんで、これはね、めちゃくちゃね、効果的というか、刺激がね、絶大なんで、簡単だし、すごい面白くなるんで、試してみてください。もしこの動画が役に立ったら、高評価と、またサブスクライブ、登録お願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。